こんにちは。今週の万年筆はペリカンです。スーベレン M. 六丸丸。ルビーレッド。字幅は E. F. です。こちらをご紹介したいと思います。パッと見。美しいですよね。はい。ペリカンもね。ええー、二千年頃ぐらいまではね。どちらかというと地味な。 はい、あのストライブのね同軸ばっかりだったんですけれども、まあ、2000年過ぎたあたりからね各メーカーさんそうなんですけれどもいろんな色のね、はい、軸色出してきてこれなんかもその一つですね限定生産だったと思いますねちょっと記憶に薄いんですけれどもでこれのね205のバ小さいやつをねあの奥さんにねプレゼントした記憶があります、えー 筆記状態にするとこういう形になりますねこうお見せした方がいいのかなどうでしょう何ともやっぱり本当ただの筆記用具ではないですよねこれはもう本当に楽しみながらもう本当に試行品に近いような感じのハイデザインになってますねぱっと見ね、えー、これペリカンみたいな感じに思った記憶があります 吸入式ですですからあのここでねこうピストンをねこれでくるくるくるってやりながらねインクを吐いたりね吸ったりするわけですね、はい、ストロークとしましてはどのぐらい回るのかなはい例えば12345678910とこんな感じで1112ぐらい回りますね えと中もしかしたらうまくすれば見ていただけるかもしれないんですけれどもはい今ピストンはね、えー、前の方にねついてますねおちょっとライトの明かりのはいこうですねちょっと眩しいかもしれないですけど見えますかねちょっとピストンが今ね一番前に来てますねでこれをねキュッ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 とこっちかキュッキュッキュッてやると、ね、ちょうど今ピストンがねこの辺り真ん中辺りにねいるのがね 映りますね。はいただこの、えー、600とかね400なんかの方になるとこの辺の構造がねやっぱり樹脂なんですよねですからその分ねその800とかあの辺に比べると805とかにね比べるとね堅牢さがね今一つって感じはしないでもないです。はい、そしてペン先は、はい、14金ですね。 こんな感じのピント取れてますかね取れてそうですね,、はい、ね EF というね地幅の文字がね映、えー、ってるかなと思われますけれども、はい、どうでしょうこの辺まで寄れるかな裏側はこんな感じということですね で、このネジ山のところにね少し白いのがついてるのがね、えー、こちら側ですね、えー、メスネジ側のね、えー、多分ねかけらだと思いますはいそしてねこれがつくといいんですけどねこつきましたね見てください中こんな感じです色本当はね結構だから綺麗な感じのパッと見ねこっちから光当てちゃうとねあれなんですけどあの 少し暗い色に見えちゃうんですけども実際ね中通すとねこのぐらいね結構ねピッカピカな色でね明るい例えば太陽光が入ってくるような部屋でねパーッとかざしてるとね結構これはね雰囲気ありますねはい重さぐらいは測りましょう重さはね軽いですよこれ。 今中身なしで1 8ムです <laughs> 中身っていうのはインクなしでねはい1 8ム。そうですね20から30ぐらいが私なんか一番重さとしてはなんかしっくりくる感じですけれどもこのサイズですとね、えー、1 8ムっていうのも悪くないかなとキーレッドなんでねということでじゃあ試し書きに入りましょう今回はねいつも使ってるこのね ロイヤルブルーのインクではなくてせっかくですからねはいエーデルシュタインインクのねトルマリンですね久々に登場です赤軸ですからねちょっと合わせましょうということですよいしょこぼさないようにね気をつけましょう紙このぐらいでピント取れるかないいですね取れますね、うん、後ろね軽くキャップ刺してねバランス取るのに 重心はねそうですねキャップをつけるとこの辺ですねちょうどこのはい、この辺のところがね重心になりますから私の場合少し後ろ側を持つこのネジ山のところをちょうどね指当てるような感じになりますんではい、水かきのね内側にね、えー、重心がくるんで結構書きやすそうですねちょっと待ってくださいねこのぐらいでいいかなじゃあねつけペン ピピピチチチャーピッチャーピッチャー結局これ後で回っちゃうんでねタン,タンクっていうかね洗浄はたっぷりしなきゃいけないんですけれどもねいいでしょうはいベリカンですねスーベレーンカタカナがわからないのでつづりがわからんスーベレーン 綴りがわからないので、カタカナで。ルビーレット。E. F. 細極細ですね。極細。確かに細いですね。F. より細いのはね、あの見て取れますね。えっと、そうですね。二部は結構ね、がっちり、がっちりというか、固めですよね。 がっちりじゃないな、いしっかりって感じでしょうかね。硬質感があります。これがですね、えー、きっちり書くにはいいですね。つまり一、えー、つの書類とかね。 そういう固い,いいいいいのくときにはかもしれない遊びがないっていうんですかねもう本当に字というよりもね絵をねこう書くようなイメージの二分もあればこれはもうどちらかというとこれがここからここまで幅があるとしたら字寄りですねはい要するに例えば書くというよりこっちですね書く。 猫になっっちゃったりして、ね、これで言うとこれもこっち寄りになるわけですねただ非常にね全体的に作りが先ほど申し上げたようにこの中身は樹脂なんかであるんで軽さはありますけれども軽いけれどもがっちり頑丈な感じ頑丈ってこれでいいんでしたっけ違いましたっけ間違ったらすいません じゃあ線,線引いてみましょうまずね、えー、ペン先を、ね、こう横にスライドさせるようにこう書いてみましょうこれ筆圧をかけずにちょっと怖いけど筆圧をかけて今度は縦ですね筆圧をかけないですっと引いて筆圧をかけてえっとかけないのがこれですかけたのがこれです どうう。でしょう縦にすると思いっきり分かりますね字幅の,ああの差がね筆圧によってだからそのぐらいはいペン先がねペン先というかペンポイントの部分がね少し開くというところでしょうか今度は字を書いてみましょうちょんちょんとつけてねピッピッピッとやってね、えー、字はねいつもの通りまず筆圧をかけずにね8から始めましょう8883 ね、それからこのマークを書いてそれから日本語の止めとかね羽を確認するためにこの字を書く人は多いですね万年筆売り場でね。今度必殺をかけてみますね。 万年筆からするとどっちが幸せなんでしょうねあんまり大事にされるよりもある程度ガリガリ使われる特にペリカンの場合はあの実用本位のねドイツのね、えー、メーカーですからどちらかというとガンガン使ってもらった方が本人はねやりがいを感じるかもしれませんねどうでしょう上が圧圧ををかかけけずに下は筆圧をかけてとというところですやっぱり装置でてね私の場合手も小さいんでね サイズとしてはねやっぱり M800 系よりもね400とかね600の方がね合うんですねサイズ的にはですからこれなんかねこのサイズだったらこれちょっと今あの日記用にはねパイロットのカスタム74ねせがれからプレゼントされたものを使ってるんですけどもこれもちょっと並行して使ってもいいかもしれないですね しかも自分で書いてる日記ですからね、えー、日記自体の色もねこの「トルマリンちゃん」を使ってもねいいかもしれないですね。はいかなりね久々にあの書きましたけれども EF って言ってもねやっぱり日本でいうところの F に近いんでちょうどいいかもしれないですね。 今ねずっとしまい込んでてこれも今コレクションケースから出してきてもちろん箱行方不明な行方不明っていうのは絶対うちにあるんですけれどもはいペアになってないんですけれどもこれだったらねちょっとねまた日記用にこれ常用してみようかななんて気になってきましたねはいということで今週の万年筆はちょっとインクがついたまんまで、えー、ごめんなさいというところでペリカン、えー、スーベレン M600 ルビーレッド E、地幅 EF の、はい、万年筆ご紹介させていただきました。ではまた。